どうも皆様こんにちは、ゆっくりタッピーと、ゆっくり盆栽だっす。さて、今回は何をやっていくっすか？前回の動画で、イルルカ SP をプレイ、砂漠の世界のみで配合を繰り返してデスピサロを作成したんだけど、デスピサロを素材にしちゃいます。ということで今回は、ドラゴンクエストモンスターズ2、イルとルカの不思議な鍵 SP において、初期段階で入れる砂漠の世界のみで、あのダークドレアムを作成していきます。ではまず、本企画のルール説明から参りましょうっす。今回使用するデータは、砂漠の世界クリアまででシナリオ進行がストップしていますので、それ以降の水、氷、天空、狭間、そして宿り木の世界には立ち入ることができません。また、通信機能や他国マスターの利用は制限。野生モンスターの配合という点にこだわります。相も変わらずシビアなルールっすね。最後に、本動画の流れについて説明します。ダークドレアムは、ジュラン、そして、大魔王デスタムーア、を特殊配合することで誕生。また、大魔王デスタムーアも第一形態から作成する必要がありますので、上記の通りにプロセスを分解し、わかりやすく解説を行っていきます。説明は以上っすね。では実際に配合していこうっす。デスタムーア第一形態は、アクバーとサンダーバードを配合することで誕生。さらに、アクバーはドラゴンコープスとスライムジェネラルの特殊配合で生まれます。まずは、スライムジェネラルの素材である、メタルカイザーを2体、作成していきます。まずは幻の湖に出現するプテラノドンと、自然系のモンスターを特殊配合、ヘルコンドルを4体、作成し、レベル上げを行います。レベル上げが終了した後、再び配合に移るのですが、まずは、ヘルコンドルとそれより異界が低いゾンビ系のモンスターを異界配合、さまよう鎧を2体だけ作成します。あれ、残り2体のヘルコンドルはどうするんすか？もう2体のヘルコンドルは、それより異界が低いスライム系のモンスターを異界配合、メタルライダーを2体作成します。あれ、最終的に必要なメタルカイザーは2体っすから、その素材であるメタルライダーは4体必要なんじゃないっすか？大丈夫です。メタルライダーとスライムデホマズン、それぞれ2体ずつ用意すれば、あとは、ある配合理論を用いてメタルカイザーを2体作成可能です。やり方は後ほど説明します。レベル上げ終了後、さまよう鎧と魔獣系のモンスターを特殊配合、キラーアーマーを2体作成した後、キラーアーマーと、それより異界が低いスライム系のモンスターを異界配合、スライムベホマズンを2体作成、これでメタルカイザーの素材が揃いました。あと1体分素材が足りない気がするっすけど。これでいいっすよね。これで大丈夫。ただ、次の配合は気をつけなければならない点があります。配合する2体間のスキルかぶりをなくし、2体が持つ全スキルに20ずつポイントを割り振るようにしてください。そうすると何が起きるんすか？この条件を満たすと、追加で悪魔の書が仲間になります。これが非常に重要なんです。ということで、素材が揃いましたので、いよいよ4体配合に移っていきましょう。ということで、まずはスライムベホマズン同士を配合するのですが、ちゃんとスキルの被りなく、かつ全スキルに20ずつポイントを振ってるっすね。これでまずは、スライムベホマズン同士を両親に持つスライムベホマズン、が誕生しました。随分回りくどい言い方をしてるっすね。そして、追加で悪魔の書が誕生するはずなのですが、その悪魔の書も、スライムベホマズン2体を両親に持つことになります。悪魔の書の最大のポイント、それは両親の系図を引き継ぐ点にあります。今作ったスライムベホマズンと悪魔の書はどちらもオスを選択したっすから、メタルカイザーの父親に当たるモンスターが、一気に2体作成できたってことっすか。そういうこと、あとはメタルライダーでも同じように、悪魔の書が生まれるように配合をすれば OK です。4体配合に必要な素材を集めただけで、完成元のメタルカイザーが2倍になったっすね。悪魔の書を用いて、4体配合の完成元を2倍にすることから、当チャンネルでは、この理論を悪魔の書売買理論、と題し、活用しています。概要欄や動画の右上に詳しい解説動画のリンクを貼りましたので、ぜひそちらもご覧ください。無事に悪魔の書も誕生したっすね。これでメタルカイザーの両親がそれぞれ2体誕生したっすね。それじゃ、レベル上げをしてメタルカイザーを2体作成しちゃいましょう。レベル上げ終了、メタルカイザーを2体作成していきます。メタルカイザー同士は配合しなきゃっすから、オスメス1体ずつ作成すれば OK っすね。うんうん、悪魔の書を使ってコストカットができるので、スライムジェネラルの作成難易度はそこまで高くないです。ということで、メタルカイザー2体完成です。レベル上げします。ということで、スライムジェネラルが完成しました。次の配合は、アクバー完成のもう片方の素材であるドラゴンコークスの作成っすね。ドラゴンコークスはちょっと手間がかかりますが、引き続き頑張って参りましょう。さてドラゴンコークスの作成ですが、デスピサロ作成までに2体作ったアンドレアルが再び必要です。このゲームことあるごとにアンドレアルを要求してくるな。まずは、キメラとそれより異界が低い系統2名のモンスターを異界配合、レイギガースを2体作成した後、レベル上げをして、レイギガースより異界が低い魔獣系のモンスターを異界配合、キラーエイプを2体作成します。再
びレベル上げ後、キラーエイクとそれより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合、ダークホーンを2体、作成します。ダークホーンは一旦置いといて、続いてオコボルトとそれより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合、ワンダーフールを2体、作成した後、ワンダーフールと自然系のモンスターを特殊配合、暴れ狛犬を2体、作成します。暴れ狛犬は、先ほど作成したダークホーンと配合するので性別をずらして配合してください。レベル上げ終了後、ダークホーンと暴れ狛犬を特殊配合、アイアンブルドー2体、かつ、オスメス1体ずつ、作成します。レベル上げ後、アイアンブルドー同士を特殊配合、デスゴーゴンを作成して、あとはデスゴーゴンより異界が低いドラゴン系のモンスターと異界配合してアンドレアル完成です。早口すぎてチャートがこんがらがっちゃった。大丈夫です。拡張の終わりに配合チャートをまとめるので安心してください。ということでアンドレアルが完成しました。続いては妖魔パンデルムの作成に移ります。さて、妖魔パンデルムを作るにあたり、まずは腐った死体の作成から入りますが、それに伴って、武器キングを作成したいと思います。ここでは、先ほどの悪魔の初売買理論、応用。良心感のスキルかぶりをなくし、20ずつポイントを割り振ります。あ、そうなると武器スライム2体を両親に持つモンスターが2体生まれるっすから、実質必要な素材の半分で4体配合が成立することにならないっすか。そういうこと、悪魔の書の性質を利用し、4体配合に必要なコストを半分にするこの理論を、当チャンネルでは悪魔の書半々理論、と題して活用しています。あとは先ほど作成した2体を配合すれば OK、実質武器スライム2体で武器キングが作成できました。悪魔の初半々理論も売買理論も大活躍っすね。半々理論に関しても、概要欄から詳しい解説動画がありますので、そちらもご覧ください。武器キングのレベル上げ後、それより異界が低いゾンビ系のモンスターと異界配合してあげれば、腐った死体が完成です。次作成するのはアイディルスピリッツっすね。これも悪魔の初半々理論が使えそうっすね。ボンファ鋭い、ゴースト2体間のスキルかぶりをなくして、2体それぞれのスキルに20ずつポイントを割り振りました。まずは、ゴースト2体を両親に持つゴーストを作成します。エビルスピリッツの父親にあたるモンスターですね。悪魔の初誕生条件を満たしているっすから、追加で悪魔の書が誕生してくれるはずっすね。ここで生まれる悪魔の書は、ゴースト2体を両親に持つ悪魔の書、ということになりますので、メスを選んで配合、これでエビルスピリッツの父母が完成しました。あとはレベル上げだけですね。悪魔の書半々理論もだんだんと分かってきたっす。レベル上げ終了、エビルスピリッツを作成します。先ほど作成した腐った死体と配合するっすから、性別をずらして配合しなきゃっすね。ということでエビルスピリッツも完成です。レベル上げします。さてさて、レベル上げが終わったら腐った死体とエビルスピリッツを配合、妖魔パンデルムを作成します。先ほど作成したアンドレアルとは性別をずらして作成するのを忘れないようにっすね。ここまで来れば、アクバー完成まであともう少しです。レベル上げが終わったら、いよいよドラゴンコークスの完成です。随分と前に作成したスライムジェネラルと配合することになるので、性別には気をつけて、これでドラゴンコークスは完成です。あとはレベル上げして配合すれば OK ですね。これでアクバーが完成するのはいいんすけど、まだサンダーバードも作成しないといけないんすよね。それは問題ないです。サンダーバードは全然楽に作成できるので、山場は超えました。ということで、アクバーも完成しました。サンダーバードの作成に移っていきましょう。サンダーバードは低い鳥とホークブリザードの特殊配合で作成します。まずは悪天候の砂漠の世界、ピラミッド付近に出現するサンドシャークと、それより異界が低い物質系のモンスターを異界配合、フレームを作成、レベル上げをした後、プテラノドンと自然系のモンスターを特殊配合してヘルコンドルを新たに2体作成。まずはヘルコンドルとそれより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合してホークブリザードを作成。もう1体のヘルコンドルはフレームと特殊配合して低い鳥を作成。これでサンダーバードの素材は両方完成。レベル上げをした後、低い鳥とホークブリザードを特殊配合。これでサンダーバードも完成です。だいぶあっけなかったっすね。あとはアクバーと性別をずらして配合すれば OK っすね。ということで、この詳細後のレベル上げ、この詳細後の配合に参りましょうか。ここまでもだいぶ長かったですが、とりあえずデスタムラ第一形態はこれで完成ですね。これでもまだ第一形態なのか。でも第一形態の作成が一番の山場だったりするので、あとは比較的楽に作れます。まあこの人、前の動画でデスピサロという最大の難所を突破してるっすからね。ということで完成、一旦部屋に戻ってチャートを整理しましょうか。了解っす。よっしゃ、戻ってきたっすね。こちらがデスタムラ第一形態完成までの配合チャートになります。青い波線が両スカウトモンスター、緑の線が悪魔の初半々理論の使用箇所、オレンジ色の線が悪魔の初売買理論の使用箇所になってるっすね。これで第1章は終了です。続いて第2章、デスタムラの変身を見届けていきましょう。ま
ずはデスタムーアを第2形態にします。そのためにはシールドオーガが素材として必要。まずはシールドオーガの素材であるキラーマシンを作成するのですが、先ほど彷徨う鎧と魔獣系のモンスターを特殊配合して作成したキラーアーマーをもう一体作成。それより異界が低い物質系のモンスターと異界配合することでキラーマシンがもう完成です。メタルカイザーの素材だったスライムでホマズンを配合したチャートを少しいじっただけっすね。さてさて、次はメカ防具の作成に移ります。まずはプテラノドンと、それより異界が低いスライム系のモンスターを異界配合、モリモリスライムを作成した後、続いて、モリモリスライムとそれより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合、スピンスライムを作成し、再びレベル上げに参ります。次に、スピンスライムとそれより異界が低い物質系のモンスターを異界配合、ブリザードを作成した後、ブリザードとスライムを特殊配合、スララスライムを作成します。スライム系のモンスターじゃなくて、スライムじゃないとダメなんすね。そして、スララスライムとそれより異界が低い物質系のモンスターを異界配合すれば、メカ防具の完成になります。難易度感覚が麻痺しすぎて、シールドオーガの配合がめちゃくちゃ簡単に思えちゃうっすね。キラーマシンと性別をずらして配合し、レベル上げをした後、メカ防具とキラーマシンを特殊配合、これでシールドオーガ完成です。第一章で作成したデスタムーアを変身させないとっすから、性別をずらして配合しないとっすね。ということでシールドオーガも完成、レベル上げをして、デスタムーアの変身に移ります。ということで、デスタムーアとシールドオーガを配合し、デスタムーア第2形態を作成します。第3形態にするためには前回作成したデスピサロと配合する必要があるっすから、性別をずらして配合する必要があるっすね。ということで、デスタムーア第2形態完成です。早いですが次の配合が、第2章最後の配合です。さて、いよいよ前回の配合動画と繋がってくるんすね。ついにここまで来ましたね。前回配合したデスピサロと魔王デスタムーアを特殊配合、大魔王デスタムーア完成です。これでダークドレアムの素材が片方完成、全体の山場はもう超えた感じですね。正直ここでやめてもいいレベルっすのに、まだ配合を要求されるんすね。ということで大魔王デスタムーア完成、第2章終了です。一旦部屋に戻って、チャートをまとめていきます。よっしゃ、戻ってきたっすね。こちらが大魔王デスタムーアまでの配合チャートになります。青い波線が要スカウトモンスターっすね。デスピサロの配合は前回の動画を参照してほしいっす。これで第2章終了です。続いてダークドレアムのもう片方の素材であるデュラン作成に参ります。デュランは炎の戦士とブリザードマン特殊配合で誕生。炎の戦士の完成には低いドリガー、ブリザードマンの完成にはフォークブリザードが必要です。第1章で作成したので説明は省略、裏で作成しておきました。じゃあ、炎の戦士とブリザードマンのもう片方の素材である地獄の門番を作成すればいいっすね。まずはキメラとそれより異界が低いモンスターを異界配合、レイギガースを2体、作成、レイギガースとそれより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合、イワトビ悪魔を2体、作成した後、それより異界が低い物質系のモンスターと配合し、溶岩魔人を2体、作成します。そして、溶岩魔人とそれより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合すれば、不得意サーベルが2体、完成です。これで地獄の門番の素材の片方が完成したっすね。あとはサタンパピーだけっす。さてサタンパピーですが、まずはプテラノドンとそれより異界が低い悪魔系のモンスターを異界配合、キリサキピエロを2体、作成した後、続いて、キリサキピエロとそれより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合、リリパッドを2体、作成します。あとはリリパッドと、それより異界が低い系統任意のモンスターを異界配合すれば、サタンパピーが2体、完成です。これで地獄の門番を2体作成するための素材が完成したっすね。ということで、サタンパピーと不得意サーベルを特殊配合、地獄の門番を2体、作成します。レベル上げ後、いよいよ炎の戦士とブリザードマンの配合に取り掛かっていきます。まずは地獄の門番と低い鳥を特殊配合、炎の戦士を作成します。その次は地獄の門番とフォークブリザードを特殊配合、ブリザードマンを作成すれば OK っすね。あと1回の配合で第3章も終わりですね。さて、レベル上げ終了です。炎の戦士とブリザードマンを特殊配合すれば OK ですね。大魔王デスタムーアとは性別をずらさないとっすね。いよいよダークドレアムまであと少しっす。ということでデュラン完成、第3章終了です。一旦部屋に戻ってチャートを整理しましょうか。よっしゃ、戻ってきたっすね。こちらがデュラン完成までの配合チャートになります。青い波線が要スカウトモンスターになってるっすね。さて、いよいよダークドレアムに必要な素材が集まりました。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ダークドレアムを作成していきましょう。いよいよ誕生。
の前に、一度鍵の束を確認しておきましょう。わぁ、本当にマルタの鍵とオアシスの鍵しか持ってないんすね。砂漠の世界のみでここまで来た証明をしたところで、いよいよ配合タイム。第1章、2章で作成した大魔王デスタムアと、第3章で作成したデュランを配合すれば、うおぉ、ダークドリアムが配合候補に。私は一旦黙りますので、ぜひ誕生の瞬間を目に焼き付けてください。この約感、そして、圧倒的達成感、ダークドレアム、誕生だー。やりきったっすね。砂漠の世界の一気のみでダークドレアムが作成できることが証明されたっす。さて最後に、ここまでに必要な素材をまとめて締めくくりましょう。了解っす。よっしゃ、戻ってきたっすね。最後に、デスピサロ作成も含めてどれくらいの素材が必要かまとめてみますね。ダークドレアム作成に必要な素材は、以上の187体になります。ということで、今回の動画は終了です。いかがでしたでしょうか？今後も過酷な環境下での配合動画や、ドラクエシリーズの縛り攻略生配信などを行っていきますので、ぜひ動画の高評価やチャンネル登録、SNS などでシェア、Twitter のフォローなど、よろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょうっす。